アントニオ・クロマティは、フロリダ州タラハシー出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションはコーナーバック。父親が家出をしたため、定前マ3人と共に母親1人の手で育てられた。リンカーン高校では、QB、RB、WR、CB、S でプレーし、USA トゥデイから最優秀守備選手に選ばれた。 高校3年時の2002年に6インターセプト、53タックル、キックオフリターンで2回、パントリターンで3回タッチダウンを上げるとともに、オフェンスでは30回のキャッチで642ヤード、6タッチダウン、ランで13回のキャリーで242ヤード、3タッチダウンを上げた。この年 USA トゥデ y より全米の最優秀守備選手に選ばれている。 またライバルズ .com からは2003年のプロスペクト、コーナーバック部門の6位にランクされた。地元のフロリーダ州立大学に進学、最初の2年間はニッケルバック、キックオフリターナーとして起用された。3年時の2005年7月、練習中に人体損傷し、そのシーズンを棒に振った。2006年1月、母親が乳がんにかかっていたことが判明し、 NFL ドラフトにアーリーエントリーを行った。2006年の NFL ドラフト一順19位でサンディエゴチャージャーズに指名され5年間1350万ドルで契約し入団した。この年オークランドレーダース戦では91ヤードのキックオフリターンタッチダウンを挙げた。2年目の2007年10月28日のヒューストンテキサンズ戦ではにインターセプトアンタッチダウンの他に ファンブルリカバータッチダウンを上げて、AFC 守備部門週間 MVP に選ばれた。翌週11月4日のミネソタバイキングス戦では、ライアン・ロングウェルが狙った58ヤードの FG が失敗した後、エンドゾーン内でこれを拾い、109ヤードのリターンタッチダウンを上げた。これは NFL 史上最長のプレイとなっている。翌週のインディアナポリス・コルツ戦により、 クエンティン・ジャマーが故障者リスト入りしたため先発出場しペイトン・マニングから3インターセプトを挙げて週刊 MVP に選ばれた。最後のインターセプトはレジー・ウェインへのパスを片手でインターセプトしたものだった。12月16日にシーズン10個目のインターセプトを挙げて1961年にチャーリー・マクニールが作ったチーム記録を塗り替えた。この年、 NFL トップの10インターセプトを挙げて、プロボールに選出された。プロボールでも2インターセプトを挙げている。2008年、開幕前に NFL 記録である14インターセプトを塗り替えると発言したが、2インターセプトに終わった。第3週、ニューヨークジェッツとのマンデーナイトフットボールでは、自己ベストの9タックルと共に、ブレッドファーブから2インターセプトを挙げて、 AFC のディフェンス部門週間 MVP に選ばれた。1月13日のディビジョナルプレーオフでも、ペイトン・マニングからインターセプトを奪い、チームも28から24で勝利した。シーズン終了後に彼は開幕戦のカロライナ・パンサーズ戦で臀部に怪我を負ったままプレーし続けていたと述べている。2009年、3インターセプト、33タックル、10パスブロックの成績で終えた。 2008年、2009年の2シーズンで5インターセプトに終わった彼はトレード要因となった。ただし NFL.com のビッグカルーチによればこれはチャージャーズのパスラッシュの弱体によるものと分析されている。2010年3月、翌年のドラフト2巡または3巡指名権と引き換えにニューヨークジェッツに移籍した。2010年の開幕戦。 ボルチモア・レイブンズとの試合では、ジョー・フラッコのパスをインターセプトし66ヤードのリターンを見せた。10月11日のミネソタ・バイキングス戦では、ランディモスをマークしていたが、ブレット・ファーブの通算500タッチダウンパスを許した。2011年1月8日のインディアナポリス・コルツとのワイルドカードプレイオフでは、最後の攻撃シリーズのキックオフリターンで47ヤードをリターン。 逆転 FG につなげた。1月16日のニューイングランドペイトリオッツとのディビジョナルプレイオフでは、第4球、相手のオンサイドキックを23ヤードリターンする、好プレーを見せた。1月22日、翌日行われる AFC チャンピオンシップゲームを、前に、ピッツバーグスティーラーズの WR、ハインズウォード、マイク・ウォレス、エマニュエル・サンダース、アントニオ・ブラウンを攻撃した。 オフシーズンに制限付きフリーエージェントとなったが、同年7月31日、ジェッツと4年間3200万ドルの契約延長に合意した。2011年、第2週のジャクソンビルジャガーズ戦ではインターセプトを挙げて、AFC 守備部門週間 MVP に選ばれた。2014年3月19日、アリゾナカージュナルスと契約を結んだ。この年49タックル。 3インターセプト、10バスディフェンスの成績を残した。2015年3月12日、フルスのジェッツと契約を結んだ。マンツーマンカバーに優れている。8人の異なる女性との間に10人の子供を設けている。8人目となる子供を2010年4月に産んだ、キャンディガールズの一人テリカケイソンと同年7月2日に結婚した。 いとこのドミニク・ロジャース・クロマティも NFL 選手となっている。ツイッターでキャンプの食事を批判して2500ドルの罰金を課されるなど素行不良の問題児とみなされており、ジェッツ加入時にはチームの輪を乱すと不安視する声も上がっていた。ロジャーグッテル NFL コミッショナーが導入しようとしている人成長ホルモンの薬物検査導入に賛成を表明している。2012年 ダレル・リービスが ACL を断裂してシーズン絶望となったことからジェッツのナンバー1コーナーバックとなり自身に度目となるプロボールに選出されている。ありがとうございます。